ハム。おはようございます。ゆみりんが8時をお知らせします。普段ね、配信見てない方はこの時間に行って驚きましたかもしれませんが、今日夜配信ができないので、朝に15分しちゃえということで、今からちょっと少しの間お付き合いくださいませませ。言ってたね。そうだ、だいぶ前から言ってたんですよ。これはそうなんです。だからもしね、夜会いたくても会えない方とか朝お久しぶりに会えた方とか、時野です。職場でこっそり見てます。すごい、もう職場にいるんですか。すごい。言って私ももうそろそろ職場にゴーしてきます。頑張りましょう。そう、今日も本当にちょっと遅くまであるので頑張ろう。ふーんふーん。月曜日リンゴを一つ食べました。それでも、それでもまだまだお腹はペコペコ。朝ごはんはちょっと家を出るまでにちょっとだけ時間があるので、スムージーを作ろうと思います。ゆみりん特製スムージー、特製スムージー飲みたいと思います。ヘルシーだね。ヘルシーベリーミックスの冷凍のやつと豆乳と蜂蜜だけなので、しかも蜂蜜ももう本当に ひとつんたちょっと、ひとつんたひとつんたっておばあちゃんが言うんですけど、うちの今日レッスンあるのかな、どうなんだろうね。で、私はちょっとみんなと違う仕事をしてきます。今日あったとしてもなかったとしても、さあわかりませんが、みんなカクカクのいろんなお仕事、皆さんがいろんなお仕事してるみたいに、私たちもねいろんな活動をしてきます。今日もでも私に対してはちょっと移動時間があるので、今日七並べとかできたらいいな。ただメールをカキカキして
お米が良くなる。ですね。うん。はい。だから朝から昼にかけてぐらいにもし七並べで会えたらよろしくお願いします。並びで会えなかったとしてもここで朝会えたから今日は会えたということです。朝配信久しぶりだな、久しぶりだな朝配信。言うて朝配信って言ってもそんなに朝早くないけどね、もう、もう8時だし普通に起きてる時間だし、そんななんか5時起きじゃないし別に。今日は昨日はね、5時に起きて、うん、あくびが出ちゃう、あくびが出ちゃうね。あ、でも昨日も配信終わって、そう、お風呂にドボンして寝たの。あ、すっぴんです、すっぴんです。そう、だからあんまり拡散しないでくださいね。そう、みんなちゃんとね、拡散するときは拡散する画像をよく見て、私が判明じゃないかちゃんと可愛いかちゃんと見てください。それでこそ真のこう皆さん私を拡散してるっていうことですからね、うん、そう、私もツイッターとかに載ってる時に思う、これは旗から見て可愛いと思われるのだろうかみたいな感じで思う。あ、そう、だからせっかく拡散してくれるんだったら少しでも見てくれた人が可愛いって思ってくれたら勝ちじゃないですか。カチ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 、そう、たまにメールの返信とかツイートの返信で、いやこれ絶対半目でしょ私みたいなやつとかあるけど、そう、盲目にならないよ、恋は盲目。あ、お腹空いたな、お腹空いてきた。スムージー終わったら作ろう。でもまああと5分しかないから配信は、だからちょっとあの配信終わってから作って食べます、飲みます。ちなみに昨日の夜ご飯は自分で作ったんですけど、あの後食べた、もう食べちゃえって食べたんだけど、またそれも私がずっと朝ごはんで食べたかったやつを作ったので、またメールに載せます、メールします、写真撮った、ずっと食べたかったやつちょうどなんかツイッターで見たから作り方を
ちょっとなんかトレンドっていうか話題になってたからね。なんか広島は曇りなのかな雨なのかな、めっちゃ天気ちょっと調べて、ヘイシリ、やっぱりあれだな、広島天気、あ、ところにより曇り、曇りなんだじゃん今、うん、なんか今曇ってる、あんまり晴れではないです、8時って感じしない、外の天気、明るさが。まあでも私は、あ、そうだ、今日行くところの天気も調べとこう。天気、あ、雨だ降水確率 90% だって、雨だった。じゃあ折りたたみ傘持ってこっかな、めんどくさい。ね、雨か。でもなんか雨に打たれるのもいいな。いやでもな、個人的には打たれたいけど、あのお仕事の前とかだとね、厳しいよね。ふふふ、傘はささないタイプです。普段はささないタイプだけど、やっぱり衣装着てる時とかはもちろん衣装が濡れちゃうから傘差さないといけないじゃないですか、まあ、普通にだし、髪の毛セットしてもらった時もせっかくヘアメイクさんに髪の毛やってもらったのに髪の毛ね、あのまたやり直さないといけなくなっちゃうから、お仕事の時は仕方なく傘をさしてます。普段はささないかな、傘は。雨に濡れたいし、傘をさすのがめんどくさいし、ウィンウィンな関係なんですよ、私の中で。傘をささないっていうのが、ね、あ、お腹空いてきた、いい感じのお腹の隙を、なんかがっつり食べたくなってきちゃったの。朝食べるのっていいよね。何食べようかな、移動しながら食べようかな、そしたら。とりあえず今はスムージー飲んで、13位ナットさんありがとうございます。12位、白いクマじゃなくて母の名前も由美子です。お、一緒、ありがとうございます。17位、ウルフさん弓矢字ありがとうございます。カマサーモニーだ。10位、コンセブンさん朝配信ありがとう、これで1週間頑張れる、ありがとうございます。9位、コーラさん今日も一緒に仕事頑張ろうね、頑張ろうね。8位、リキアさんありがとうございます。7位、石井秀さん弓子大好き、今広島港へすぐ、シーズピッカに乗船、おお楽しんで、ありがとうございます。6位、エリオルマルさんありがとうございます。5位、ケンちゃんさん変わったら神良し、 ありがとうございます。4位、ハルミンさん時の神良し、ありがとうございます。3位、おいでます元気さん、地方ユミコーシ、一緒に頑張りやみに、頑張りやみにん。2位、スランプくんさん、みりおはよう、今日は暖かして頑張りやみりん、頑張りやみりん。そして第1位が
DJ 太郎さん、グッジョブ太郎さん、ありがとうございます。今日のラッキーボーイ、ラッキーガールは、ちょっと限られますね、いつもより。朝だからね。コーラさん、コーラさんはいない、いるわ。あきよしまんさん、あきよしまんさん、今日も一日ラッキーな一日になるでしょう。そう、今日は夜配信ができないので朝しましたね。ちょっと前から言ってたので、夜来てくださってる方はこのために来てくださってありがとうございます。そして朝私がやってるから来てくださった方、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。それでは今日も最後までありがとうございました。今日も一日頑張りやみりん。それでは行ってきます。行ってらっしゃい、バイバーイ、行ってらっしゃい。